に火をつける MC ミスターおかっちです。よろしくお願いします。今日このプロフェッショナルの授業でミスターおかっちがあなたたちにお話しすることは、失敗したらどうしようがなくなる授業です。はい、こんなことはありませんか。はい、例えばこんなことはありませんか。バカにされるのは嫌だからやめとこうと、負けたらどうしよう、失敗したくない、完璧にできるかな、不安やわ、緊張するわ、不合格になったらどうしよう、お笑いやってみんなに笑ってもらわれへんかったらどうしよう、こういうふうに失敗が怖いなって気持ちになったり、失敗するのは嫌だって思う気持ちになったことはありますか。ちょっとでもあると思ってきてる、ちょっとでも一瞬でもちょっとでもあると思ってる。はい、ありがとうございます。はい、昔のおかちはこれやったね。これはね、失敗が怖い病です。失敗が怖いっていう病気で、この前のおかち授業でも話した通り、自分がやりたいことをずっと諦めて、言いたいことも言えなかった。そうやろ、小学校4年生の時、たかこちゃんっていう可愛い女の子がいたな、可愛い女の子がいるけど、どうせ話しかけても嫌われると思った。だってそのたかこちゃんは北山君のこと好きやもん。おかちみたいに足が短くてちょっとデブッチョでメガネかけてるおかちは話しかけてもキモいって言われるんちゃうかと思ったら、好きな子に話しかけることもできなかったし、バスケットボールが大好きやったね、大好きやったけど全然試合に出られへんし、試合に出ても負けるし、選んでもらわれへんねん、コーチな。ずっと補欠やってな、補欠ってわかる、試合に出られないってこと、なあ、おかちはずっと試合に出ない、得点番を、得点をやってるだけ、おかちの仲間が試合に出るのを見てるだけ、ね、それがおかちがめちゃめちゃ嫌やったから、自分がやりたいことを諦める、そんな感じやねん。でもな、そういうような失敗が怖い病がね、あることをしたら治って、ね、失敗が怖い病をあることをしたら治ってね。で、それが治ったら、おかちはお父さんとかお母さんに、どうせ失敗するよって言われたけど、反対されたけど、気にせずに会社を辞めて、ピーターソックスを建てるよ。そして、おかちは先輩に、どうせお前なんて本書かれへんよって言われてな。本書かれへんよって言われたけれども、おかちは書ける、本は書けると思って信じて、10年間本を書き続けて、みんなが知ってる通り、今年の5月にこの本を、ことができました。それはなぜか、失敗が怖い病がなくなったね、治って、な、病気を治る。だから今日は、みんなにお話ししたいのは、失敗が怖い病を治す方法。今日の授業を最後まで聞いてきたら、失敗が怖いどうしようとか、ね、失敗した時にうわもう俺って向いてないんちゃうかっていう気持ちがなくなって、自分がやりたいことをどんどん挑戦できるようになります。だから最後まで聞いてください。はい、ということでまずはこの図、何回か子供ラボでもやってると思うねんけど、この ABC グラフ、この図を見たことある人出るやん。はい、 OK、 ありがとう。はい、見てなくても大丈夫、簡単に説明するから。これ何なのかというと、宗介は幸せなのも、そして圭吾が楽しいのも、出来事が楽しいを作ってるじゃない。いいですか。例えば、太郎くんと二郎くんがお家で仲良くゲームをして遊んでいました。ゲームをして楽しいな、遊んでて、ね。その時にママが部屋に入ってきて、早く勉強しなさいと、太郎と次郎に言いました。これが出来事、起こったことだよね。で、太郎くんはどういうふうに考えたのか。太郎くんは、ママは自分のことをできる子だと思っている、僕のことを期待している、だから声をかけてくれてたんだって気持ちになって、そして嬉しい気持ちになって勉強するという行動をするようになったよね。そしてもう一人いたよね、次郎くん。じゃあ次郎くんはどう思ったのか、
次郎くんはママは僕のことをダメな子だと思ってる、ママが注意しないと全然勉強せえへんって、そういうふうに思っている、そういうふうに考えた、そういうふうに考えたから悲しい気持ちになって、もう勉強なんかせえへんわってね、諦めてしまったの。これで何が分かるか分かるよね。同じことが起きている出来事、そうだろ、早く勉強しなさいって言われたことは同じだけれども、何かが違ったからその後の気持ちも変わったし、はい、行動も変わりました。これは何ですか、はい、早く入って、何が違うの。考え方が違う。はい、考え方が違う。もう少し説明すると、はい、か、まあ、例えば、うん、公園で遊んでるとか、お母さんに僕たちが遊んでるのはダメだって思う、ダメだから帰ろうって言ってるんだなって思ったら悲しくなるけど、うん、いろんなことをしてほしいから帰ろうって言ってるから嬉しいって思う、うん、そう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 、そういうことよね、そういうことよね。あ、じゃあ駅人は言ってることの感じ方、感じ方、そういうことだよね。そう、だから出来事っていうのはどんなことが起きたとしても考え方次第では楽しくなったり悲しくなったり嬉しくなったり、腹立ったりするっていうことだよね。だって学校生活でいろんなことが起こるやん。雨降ったりな、雨降ったり友達とバトルして喧嘩をしたり、そして100点取られへんかったり不合格になる、いろんな出来事が起こる。でもな、雨が降っても幸せ、雨が降っても楽しいなと思う人もいれば悲しいなと思う人もいるよ。で、不合格になっても頑張って勉強を続ける人もいれば、私はもう無理なんだってやめる人もいるよ。これっていうのは出来事があったからじゃないな、出来事に対してどういうふうに考えたのか、考えたのかで自分の気持ち、後世のその後の行動が変わってくるな。わかる？ここまで大丈夫？で、昔のお価値は次郎くんやったよ。次郎くん。な、試合で負けました。バスケットボールの試合出て、全然点数が取れなくて、試合に負けた。試合に負けるという出来事がありました。その時にお価値はこう考えた。今まで練習したことが無駄になった。だって勝つためにやってたもん。練習したこと無駄や。もう最悪やってなって、悲しい気持ちになって、もう俺って才能ない、センスないから練習するのはやめようって言って、高校2年生の夏休みの時にバスケットボールもやめた。でもおかっちじゃなくて、違う人、別に試合には負けたけれども練習したことって無駄になってるのか、もしかしたらシュートが上手くなってるかもしれないし、ドリブルが上手くなってるかもしれない、野球やったら守備が上手くなったり、ピッチャーの球が速くなってるかもしれないね。で、そういう風に考えたら、そういう風に考えたら試合に負けたとしても、もしかしたら嬉しい気持ちになって次の試合頑張ろうと思って練習するかもしれないね。わかる、これわかる、うん、嬉しいまではならんかもしれないけど、でも次また練習しようって気持ちになるかもしれないよね。ね、それはおかちは次郎くんやったから、おかちは次郎くんやったから悲しい気持ちになって勉強しなくて、練習しなかった。でもここの考え方次第では、ここでどんだけ辛いことが起きたとしても、どんだけ苦しいことが起きたとしても、考え方次第では幸せになれるってことだよね。そうやな、ここに何が起きたとしても、どういうふうに考えるかによって幸せになるってこと。で、もう一つ言えることは、出来事っていうのは過去です。過去って分かる？昔のこと。そう、昔のこととか、変えることができないこと。例えば雨降ってます。はい。雨を一瞬で止めることできるみたいな。無理だよね。無理だよね。じゃあ、答案用紙が30点の漢字テストを返ってきました。ね、書いてる、30点書いてるんだね。それを100点にすることできる？30点書いてるんだね。それをなんか目の力でまばたきに5回したら30点、100になる、そんな魔法を使える人いますか？いません。いませんよね。でも10点が10点ってことだよ。その答案用紙を変えれるの？100点が10点に変えれるけど、うん、10点が取れない。
やねんな。変えることができへん。でも、これすごい大事やねんけど、出来事は変えることができへんけど、考え方はみんなで自分で、そうやねん、ここすごい大事。考え方は自分で選べる。どんな考え方もできる。これこっちは選ばれへんで、出来事選ばれへんやん。明日雨、明日雷、選ばれへんやろな。選ばれへん、結果って選ばれへん。ここは何が起きるのか、ママが早く勉強しなさいって言うのももう選ばれへん、言われてしまったから。でもその言われたことに対してどういうふうに考えるのかは、これ自分で選べるんですか。どうやろう、試合に負けたことに対してどういうふうに考えるのかって誰が決めるのか。自分で決めるよね。じゃあ早く勉強しなさいってお母さんに言われた、それに対してどういうふうに考えるのか、太郎くんのように考えるか、次郎くんのように考えるか、誰が選べるのこれ。そう、リフが選べるの。ここ自分で選べる。でここは自分で選べる。で自分で選んだら嬉しい気持ちになるし、悲しい気持ちになる。ここは変えられない、出来事は変えられへんけれども、ここは変えれる。だからどんなことが起きたとしても、どんなことが起きたとしても考え方を自分で選べば、嬉しい気持ちになることもあれば、悲しい気持ちになることがある。そして嬉しい気持ちになって練習して努力したら、一生懸命こうやって頑張れ、頑張れよ、頑張れば、頑張ったらどうなる。頑張ったら成長するやろ、上手くなるやろ、頭が良くなって、バスケも上手くなって成長する。そうすれば次の試合ではもしかしたらここでは勝てるかもしれへんよね。つまり何が言えるのかというと、結果、考え方は自分で選べる。で考え方を選んで頑張って努力して練習したら、みんなの未来が変わるってこと。わかる？そうだよ、考えてみて。太郎くんは練習せえへんかった。じゃあバスケを練習、バスケも次郎くんは勉強しない、練習しない、だから諦めてしまう。それで次の試合勝てる、勝てないよね。じゃあ未来はずっと過去と同じ可能性があるよね。だって練習してない、練習してなかったら上手くなったら、上手くなってないから勝てる可能性は低いやん。でもね、こういう考え方、自分で考え方を選んでやね、一生懸命練習したら、もしかしたら次の試合では勝てるかもしれない。だから考え方を選んだら、出来事とか過去は変えることはできへんけれども、みんなの未来を変えることはできる。そうよ。じゃあ未来を変えるためにはここの考え方がすごい大事だよねっていうことね。じゃあここからが本題です。本題ね。じゃあここで出来事で失敗をしますね。失敗、いろんな失敗があるよね。100点取れないとかね、100点取れない、負けてしまったとかね、怒られると、いろんな失敗をした。その時にみんなはどんな考え方をしたら太郎くんになれますか。はい、これを今からみんなに5分あげるから、それを書いてください。はい、どういうふうに考えたら太郎くんになれますか。あ、次郎くん、太郎くん、はい。失敗とはどうして失敗したのか振り返って成功に導くことだ。どういう理由は、まあ、みんな大変言うと思うけど、失敗は成功のことだと思うんですか。で、そのどうして失敗を振り返るっていうのは、どうして失敗したのか振り返るってことは、なぜ失敗したのか考える、で、例えばテストで100点取れなかったっていうのは、もっとちゃんと勉強したらできたかもしれないっていう、勉強をちゃんとできたとか、そういう理由が分かれば実際に成功になるっていうのがあるから、僕はそういうふうにします。はい、 OK、 はい、ありがとう。はい、他には、はい、じゃあ駅上ですか。はい、え、まあいいですよ。失敗とは何か、どういうふうに考えたら太郎くんになれますか。失敗とは成功、次のステップの始めだと思います。理由は、次のステップの始めっていうのは、次
はい、オッケー、ありがとう。他にはいますか。はい、他、はい、はい、じゃあピンクどうぞ。はい、お願いします。言葉にして発表することが大事ね。はい、どうぞ。発表するからどんどんタロップになっていくからね。はい、うん、うん、なんで、どういうこと？昔のおかちは太郎よりもジロの方が強く
かったわけよ。で、次郎が強くなったらどうなるのかっていうのはこういうことやろ。やめてしまうねん。諦めてしまうねん。だって、失敗しても、悲しい気持ちやろ。な。はい、ということでございます。じゃあ、今からはいろんな失敗に対するいろんな考え方を、みんなもそこに書いてもらったんやけど、何人かの失敗に対する考え方を紹介したいと思います。はい、知ってる？あれ？この人知ってますか？はい。この人知ってる人手を挙げてください。はい、この人はトーマス・エジソンです。この人何した人か知ってる人手を挙げて。はい、じゃあ、昴生、この人何した人？そう、電球を発明した人。な、電球を発明した人。はい、はい、はい。これ、電気を明るくする。明るくする。電気。はい、で、この人は、この人知ってるかな？失敗は成功の母っていう言葉聞いたことある人いますか？もっと、どういう意味かわかる？失敗は成功の母っていうの。母っていうのは、子供を産む人よ。産む人。それと一緒で、そう。失敗っていうのは、成功を生み出してくれるお母さんみたいな人なんだよ。だから、成功するためには失敗が大事なんですよっていうこと。で、この人が、一つ名言を出しました。これですね。はい。これは失敗ではない、うまくいかない方法を1万通り発見しただけだ。これ意味わかるかな？この人ね、電球を発明するときに1万回実験して、実験ってわかる？ね、理科の実験とかやるやん。うまくいくかって実験して1万回。で、1万回目にようやく成功したい。で、その時に記者会見、インタビューするよね。インタビューするときに、ある記者がこの人に言うて、エジソン、確かに電球を発明したけど、1万回失敗したよね。って聞いた。で、その時に言ったセリフはこれです。いや、これは失敗ではない。1万回失敗したわけじゃない。うまくいかない方法を1万通り発見したということ。どういう意味わかる？わかりました。どういう意味か言って。その通りです。その通りです。例えばみんな見て、ここ3つあるよね。A と B と C ということになるね。どれか1つが成功やとするやんか。どれか1つ、この3つならどれか1つ成功やとする。でね、これをやった。あ、失敗した。で、だったら、次はこれをやらない。じゃあ次は、どっちかをやったらいいわけね。で、これやった。あ、これも失敗した。じゃあこれをやらない。ということは、次はこれをやったら、成功する。つまり、やってみることで、どれがうまくいかないかが分かる。だって、やらなかったら、どれが成功か分からへん。そうだろ？何もやらなかったら、この3つのうちどれが成功か分からへんねん。でも、やってみることで、あ、これではない、これではない。じゃあ、あとは、これしかないわけや。そういうふうに彼は答えてね。1万通り発見した。そういうふうに考えたら、失敗したときにどんな気持ちになる？ハロー君、ハロー君。そう、こういうエジソンみたいな考えをしていたら、失敗しても、太郎君になるな。だって発見したの。嬉しいことや。だから、勉強して、努力して、実験を何度も何度も繰り返して、その結果、電球は生まれて、もし、エジソンが次郎君やったらどう？失敗したときに、俺はもう無理や。お姉さんが誰か、そういうふうに思っていたら、その通り。この世の中は、ずっと真っ暗やったらしい。でも彼が太郎君のように失敗しても立ち上がって失敗は成功の母どんどんやったからこそこの世の中は明るくなったね。はい、そしてこれは知ってるかな、マイケル・ジョーダンっていうバスケットボールの神様がいるな。この、神様めちゃめちゃ有名やねんけど、この人はこう言いました。9000回以上シュートを外してしまって300回ぐらい試合に負けて決勝シュート、一番最後のシュートを任されたけど、26回も外した。人生で何度も何度も失敗してきた。だから私は
成功した。あ、ね、これもさっきのセリフに近いね。はい、これはどういうことかというと、失敗は成功の道ってことね。はい、これも最後ね、これ最後。はい、ここに書きます。失敗は成功の道。はい、失敗は成功の道ね。はい、よく、はい、ここに道があったときに、はい、こう道があったときに成功、そして失敗、はい、はい、昔のおかちはこういうふうに思ってるな。わかるかな、これ。わかる。こうおかちが歩いていたら、歩いていて道が成功の道と失敗の道があると思っていた。つまり試合に勝ったら成功、試合に負けたら失敗で、100点取ったら成功、100点取れなかったら失敗、合格したら成功、合格やったら失敗。だから試合に負けたら失敗やと思ってたし、100点取れなかったら失敗やと思ってた。人生の道は2つしかない。1つは成功の道、もう1つは失敗やと思ってた。だから100点取れなかったり、試合に負けたり、試合に出れなかったら俺はダメなんやって思って、二郎くんになってしまって、悲しくなって勉強しない、練習しないで諦めてしまったの。なぜならこういう風に考えていたから、おかちはね、昔のおかちは。でもこのマイケル・ジョーダンとかエジソンが言ってるのは全く違うことです。なんて書いてる、ここ。そう、成功っていうのはゴールやとするやん。この成功っていうのは何やろな、例えば出世をするとか、お金持ちになるとか、恐竜博士になるとか、お医者さんになるとか、いろんなゴールがあるよね。人それぞれ夢とかやりたいことはバラバラ。でもどんなことでもいいんだけど、その成功やとしたときに、ここに成功に行くための道は失敗。わかる？道が失敗。失敗。だからこの道を通らないと成功しないよって言ってる。わかる？これ以外道がない。もし成功したいんやったら、この失敗をしないと成功しないんですよ。っていうこと。これ意味わかる？だからおかちの考えと違うよね。昔のおかちは2つの道がある。こっちの道とはこっちの道がある。だからこっち行ってしまったら、あ、この先に俺は成功はないと思ったから諦めてしまって。でもマイケル・ジョーダンもそうやし、トーマス・エジソンもそうやし、ここで言う太郎君、ここで言う太郎君は成功するためには失敗しないと成功しないよ。エジソンも1万回失敗した、だから成功した。失敗から振り返って、失敗から学んで、そこからいいところを盗んで挑戦することで成功するんだ。そういう風に考えたら太郎君になって、僕はできることだと思う。シュートは上手かった、たとえ負けたとしても、不合格でも、友達受験があっても、雨が降ったとしても嬉しい気持ちで勉強して練習する。だからできなかったことができるようになって、できることがもっとできるようになって、成長するよね。成長するから自分の成功に近づいていく、夢に近づいていって、その結果試合に将来勝てるかもしれへんし、勉強ができるようになるかもしれへんし、将来になりたい夢が叶うかもしれない。そんなことね。はい、ということでね、今日は、昔のおかちの、失敗したらどうしようっていうね、失敗や怖い病をなくすための方法を約15分、いや30分ぐらいかな、30分ぐらいかけてみんなにお話ししましたね。こんな感じでね、こんな感じ分かったかな。失敗をなくすためにはどうしたらいいのか。はい、出来事を変えることだと思う人、失敗をなくすためには出来事を変えることだと思う人。はい、じゃあ考え方を変えることだと思う人。はい、 OK、 ありがとうございます。じゃあ出来事っていうのは変えることができますか。変えることができると思う人、変えることができないと思う人。はい、そうです。出来事っていうのはもう起こってしまったことだから、もうあなたたちは変えることはできません、どんだけ努力しても、ね。じゃあこの考え方は自分で選べると思う人。はい、じゃあ選べないと思う人。はい、そうです。考え方っていうのは自分で選べます。自分で選んで、そのどういう考え方を選んだかによって、嬉しい、気
気持ちにもなるし、悲しい気持ちにもなる。その後練習したり勉強したりすることもあれば、やめてしまうこともある。だからみんなにはそこに書いている、そこに書いている太郎くんの言葉を思い出してほしいね。何か挑戦するとき、やりたいことがあるとき、試合でも、何かのコンテストでも、発表会でもいいやん。失敗したらどうしようって剣を構成思うかもしれへん。こうやって失敗は怖い病出てくるかもしれへんけど、その時にそこに書いてる言葉を呪文のように唱える、ね、唱えることで頑張れるようになると思うんで、そういうふうになることを、やりたいことを諦めず頑張ることをおかっちは応援しています。はい、ということでおかっちの授業はこれでおしまいです。ありがとうございました。はい、OK。 ということでちょうど時間になったから、じゃあエブリマンスタンダップで歌ってください。はい、ということで来週はスペインの大学の留学生りょうちゃんが来てくれて、ここで僕ね何曲か演奏もしてもらえるからね。はい、どんな曲がいいかリクエストだったのか。